3点を取った後ヒットとフォアボールで2アウトランナー2塁1塁です。そして1番の村林を迎えます。初球いった、右中間だ、いい当たりだ、ヒットになった。セカンドランナーは3塁を回ってホームへ。そして西川も2塁3塁を回った、2点を追加しました。村林この笑顔、初球打ちです。5対0になりました。この2点は大きいですね。これねやっぱりね、村林選手ね、2打席目は、まあ、わざとと言っていいと思いますけどストレートも追っつけて打ってたんですね。でこのチャンスの時はストレートしっかりもちょっとポイント前にして打ちに行きましたね。これはもうあの作戦勝ちというか、うん、見事な打撃ですね。